帰ってからも食べました。食べました。食べる方はまだそこそこ食べてくれてるんですかね。そこそこ。毎日のガブラゴンなんけど。はい、お願いします。4,600だったんでね、はい、50でも行ってなければいいですよね、増えてるんだと。はい、タイムお願いします。元気さは全然変わらない。変わらないですか、うん、すごいよね。元気さは変わらない。まあ高いところどんどん高いところはね、階段のところはちょっと上がらんくなった。細いから他の窓のところ上がってみてます。上がってます、うん、そこは上がるタイプ。ただ前みたいにね、やっぱりタンスの上は上がらなくなる。風眺めとるだけで上がろうかどうかしようかと思って、だからそれがなくなって、なくなった、ね、前見てパッと上がったけど、今眺めてるこうやって。猫ちゃんもさ、うん、やっぱりあの人間の骨関節症っていうのがね、人間とも出てくるんだよね。まあでも上がれんところもあっても上がれるところもあるんだったらいいですよね。そうそう、わかります、うん。で飛び降りるし結構、うん、パーンと飛び降ります、ね、うん、それこそゲージ高いんですよね、はいはい、その上でちょっと食べたりするもんだから、そこをやると飛び降りますから、だから飛び降りるときは飛び降りから板差があるのかないのかなと思って、うん、自信がないと飛び降りないので、ね、うん、まだ飛び乗らないしね、うん、結構コロコロのとこ飛ぶから、結構コロコロあるからね、私の背よりちょっとある、この目の辺にあるから。はい、こっちの匂いもね、一時よりほとんどなってきたんだよね。いや、もう寝てたからそれこそ、おしこするとわからん先生。ないですよ、今までずっと寝てたから。おしこさんは亡くなった瞬間だけど、本当には結構早くするから、うん、でもない。ないですね。ないです。また夕方のことないかな。はい、じゃあお預かりします。じゃあお願いします。はい、お願いします。じゃあお願いします。お願いね。はい、お願いします。